お疲れ様です。今回は使っていない USB ケーブルを 5V 電源取り出しケーブルに改造ということでやっていきたいと思います。あんまり詳しくないので不安ですが、思いついたからには自己責任でやってみます。こんにちは、ニーニーコンパスです。